皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。チャンピオンズリーグの決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われたね。いよいよ最高峰の戦いが始まるわけですね。と言っても試合が行われるのは来年の2月だから随分と先だけど、それでもワクワクしちゃうよね。ですね、なんて言っても組み合わせが。だね、注目カードを中心に見ていきたいんだけど、まずはフランクフルトから。相手は今季好調のナポリ。グループ首位通過のチームはどこも強いですからね。ナポリはなんと言っても得点力だよね。CL のグループリーグ6戦で20ゴールは全チーム最多。さらにセリエ A でも13試合で32ゴールとこれまたリーグ最多。この2つを合計すると19試合で52ゴール。1試合平均で 2.5 点以上取ってる計算になる。驚異的だね。目立ったゴールゲッターがいるわけではないんだけど、一人挙げるとしたらクバラツヘリアになるかな。ここまでセリエ A では12試合出場で6ゴール7アシスト、CL では5試合出場で2ゴール3アシスト。攻撃の中心の選手だね。立派な数字ですね。ただ腰痛を悪化させたらしく直近の試合は欠場したんだけど、2位アタランタとの試合では2-1で勝利。セリエ A の現在得点王もナポリの若手であるオシム編だしね。勢いのあるチームだね。フランクフルトは厳しい戦いになりますかね。もちろん楽な試合になることはないけど、開催時期が来年の2月だからね。ってことは長谷部も戻ってきますかね。そうだね、チャンピオンズリーグには人一倍思い入れがあるだろうから、きっと戻ってくると思うし。フランクフルトは昨シーズンもブンデスで11位ながら EL では優勝。今季もグループ突破を果たすなど欧州の舞台では勝負強い。引き続き勝負強さを発揮してもらいたいですね。あとはワールドカップの期間で出場しない選手がどれくらい休めるか、だよね。ご存知の通り、イタリア代表はワールドカップには出場しない。ナポリはイタリア人ばかりってわけじゃないけど、それでも多くの選手が休暇が取れるし、クバラツヘリアはジョージア代表だからワールドカップの期間は休暇になるんだよね。ワールドカップは12月の半ば過ぎまで行われて、年末年始を挟むとすぐに大体の国でリーグ戦が再開となるけど、中でもプレミアはワールドカップ決勝終了した1週間後には再開され、さらにそこから中参加で開催という超過密日程。本当に選手が壊れてしまいそうですね。ナポリとフランクフルトだけじゃなくて今年に関してはワールドカップで勝ち抜けば勝ち抜くほど CL に影響が出る予感がするね。そういうところも見どころになるわけですね。クラブの首脳陣は複雑だろうね。ですね。フランクフルト以外の見どころといえばやっぱりレアルとリバプールになるかな。リバプールにとってはリベンジの機会が早速訪れたわけですね。18年、22年とチャンピオンズリーグ決勝で敗退しているからね。もっと言うと、2014-15 シーズンから勝てていない。つまり、クロップになってから一度も勝ってないってことですか？そういうことになるね。クロップ監督もそういう過去を知ってか。レアルのヨーロッパでの記録は他のクラブと比較できない。しかし、我々の記録も悪いものではない。近年のファイナルで2度戦ったが、我々にはアンフィールドでの試合がある。とても良い対戦カードになった。本当にエキサイティングだ。とコメント。確かに決勝だと中立地だけど今回はホーム&アウェイ。となると、アンフィールドでは何が起こっても不思議じゃないってことですね。そういうことだろうね。レアルは CL での勝負強さは驚異的だし、有利なのはレアルだろうけど何が起こっても不思議じゃないね。ベスト16から楽しみすぎるカードですね。2位通過したビッグクラブといえばリバプール以外だと PSG、インテル、ミランあたりになると思うんだけど、PSG はバイエルンと、ミランはトッテナム、インテルはポルトとそれぞれ対戦。バイエルンと PSG も豪華なカードですよね。バイエルンは無敗でグループを突破してて強いのはわかってると思うけど、CL では2010-13、2019-20 の優勝を筆頭にここ10年でもベスト16で姿を消したのは2018-19 シーズンだけ。しかもこの年もグループでは無敗。ベスト16で敗れたリバプールはそのまま優勝を果たしている。つまり、常に優勝を狙えるような戦力が整ってるってことですね。PSG にとっては CL 優勝は悲願だけど最も優勝に近づいた2019-20 シーズンは決勝でバイエルンに敗れている。ただ翌年の2020-21 シーズンではベスト8で PSG がバイエルンを下してベスト4まで勝ち上がっている。この2チームにも朝からぬ因縁があるわけですね。バイエルンのナーゲルスマン監督はこの組み合わせについて、手強い相手だが、グループステージにもそういう相手がいた。まだ先の話で、ワールドカップもあって、その前にも試合がある。PSG は世界的な選手を多数擁する難敵だが、我々もそう。CL ならではだね。とある種余裕を感じさせるコメント。今年は盤石の強さですもんね。
この組み合わせも世界的な選手を多く擁するだけに、ワールドカップでの影響も結果に影響してくるかもしれないね。ただブンデスはワールドカップ後の再開が年明けの1月20日からなのに対して、リーグアンはワールドカップ終了して年末の12月28日から再開。その後も中3日を含めて過密日程が組まれている。このあたりから考えてもバイエルンに有利に働きそうな気がするね。なるほど。とにかく今年は選手たちを過密日程からどう守るか。ターンオーバーを含めてそういった体調管理が特に大事な気がしますね。CL や EL を戦うクラブならば毎年気をつけてることだろうけど今年はワールドカップがあるからね。日本人選手も多く残ってるだけに EL の方も気をつけてほしいです。そういえば EL もプレイオフの組み合わせが発表されたね。プレイオフに関係しそうな日本人所属クラブというと、アーセナル、ソシエダ、フライブルグは首位通過なので関係なし。該当するのは2位通過した南の所属のモナコ、そして原口所属のウニオンベルリン、そして CL 組からはスポルティングだね。この3チームの組み合わせから見てみよう。まずスポルティングはデンマークのミッテランと対戦。これは普通にやれば勝てるんじゃないかな。モナコはレバークーゼンと、ウニオンベルリンはアヤックスとの対戦が決まったね。どっちもなかなか厳しい相手ですね。CL のグループステージで3位になったチームだからね。ただレバークーゼンは調子に乗り切れてないままだし。対照的にウニオンベルリンはブンデスで首位のバイエルンから勝ち点2差の3位。どちらも気後れする相手ではないし、なんとか決勝トーナメントまで勝ち残ってほしいね。5クラブもあれば日本人対決も実現しそうですしね。その他で気になる組み合わせといえばELのプレイオフに回ったバルセロナ。プレイオフではこれまたビッグクラブのマンチェスターユナイテッドと対戦。あらー、ついてないですね。プレイオフで見るにはもったいないカードだけどこれも抽選だからね。仕方がない部分もあるけど。シャビ監督もついてないですね。この組み合わせ結果にシャビ監督は、抽選は我々に、再び最も難しいチームを巡り合わせた。対戦する可能性のあった中で、最も難しい相手だ。またしても我々は、可能性のあった中で最悪の相手と対戦することになってしまった。と、もはや恨み事とも取れるコメントを。死の組を引き当てた後にこのプレイオフの相手は愚痴の一つも出ても不思議じゃないですねわら。もちろん前向きなコメントも残しているけど、フットボールの残酷さは知っているが、確実なのは我々は抽選でも運がないということだ。最悪な相手をマークしたら、そのチームと当たってしまうんだ。戦うしかない。我々にとってはまたもチャレンジだ。シャビ監督にとっては災難以外何ものでもないですもんね。クーマン監督の後任でチームの立て直しをしてるところだけど、クラシコの敗戦あたりからシャビの解任をめぐる報道もちらほらあるしね。EL でも敗退となったら、クラブのレジェンドだけに扱いが難しいけど解任の可能性もあるだろうね。身体がかかった一戦でもあるわけですね。CL、EL ともに新しい組み合わせが出るとワクワクするね。ですねー、始まる、って感じがします。ワールドカップもグループが終わって決勝トーナメントの組み合わせが埋まっていくのは見ててワクワクするもんね。その中に日本が残ってたら良いですねー。EL も CL もワールドカップも、ってなると贅沢かな？でもそうなってほしいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。